皆さん、ランクバトルシーズン5、調子はいかがでしょうか？私は見ての通りですね。はい、タネソナさん、対戦よろしくお願いします。タイプヌル、ウオノラゴ、なんか石住まいとワシボンとかいう、なんか、これランクバトルだよな。これランクバトルだぞ、これ。あの2匹何してくるんだろうな、わかんないけど。まあ、とりあえず今回は、このね、頭の大きさに対して下半身が貧弱すぎる、このコーリッポっていうポケモンを使っていこうかなというわけなんですけれども。でもね、最初ロン毛とかから来そうだから、ドリューズで、あとはコーリッポ入れるでしょ。で、あと1匹なんだけど、あと1匹どうしよっかな。ドリューズ入れて、ネイティオ、ウオノラがきついかなってなると、あ、けどウオノラ結局物理だから、このコーリッポで殴れるってなると、まあそうだな、これは気分で連れてきたサザンドラを入れるべきか、それともなんかロトムとかを入れとく、いや、けどロトムだとウオノラゴンきついからな、困った時はミミキオダッシュ決定、それ一番言われてるから対戦よろしくお願いいたします。はい、このね、コーリッポは、まあ、シーズン2のトップの人、1位の人とかも使ってた方らしくて、その、まあ、基本的な腹太鼓を積んで、身で回復して、もう、ああしてこうして、もう全てを破壊してやるみたいな、アルセウス型の、あれですね、アレちゃんですね。ということで、まあ、先手、ウオノラゴンから来んのか、ってことは、オーロンゲいないのかな、わかんないけど、いや、けどわかんないよね、なんか2番手っていうか、その、後半ウオノラゴンじゃなくてあれを連れて、なんだっけあの人もちょ言葉で言うかね、そうオーロン魚を出して、そう壁途中から壁張ってくるみたいな可能性も全然あるから、あれなんだけど、これウオノラゴンどうしようかな。でミミッキュー氷っぽで、この川かぶり兄弟でやってきたわけなんですけれども、まあ、殴ってもいいんだけど、ここまあ突っ張ってくるだろうから、あ、逃げません逃げません。でスカーフ巻いてるってなると、向こうの方が早いかなってなると、これ一旦氷っぽとかにしてもいいんだけど、あってなるとね、ウオノラゴン正直ね、ちょっとね役割が薄いかもしれないね、もしかしたらね。エラ紙してくる、早い。で向こうの方が早いとこね、やっぱこうドリューズって割とその身長が低いらしいんだけど、設定的にね、こうやってみるとやっぱウオノラゴンって割とでかいから、思ってるよりも、まあそんなもんだよね、削れ方な。ね、これ正直言うと、もうなんか早いけど2ターン目だけど、ドリューズ捨てていいんじゃねえかっていう気持ちがちょっとあって、ドリューズ捨てて、もう次氷っぽ出しちゃってもいい気がするんだよね、これね。で、まあドリューズが刺さるポケモンつってもそんなに言うほどいないかなって感じなんで、これドリューズ捨てましょうか、このままね。はい、でエラ紙で倒されていく。まあウオノラゴンの素早さ種族値が75とかなんで、まあまあ一般的な方のことも考えると、まあおそらくあれでしょうね、あれがあるんでしょうから、スカーフ、こだわりスカーフを持ってるだろうから、こだわりスカーフで、まあ、素早さが上がってると。でこれ氷っぽはなんでか知らないけど、色違いじゃないと安心しないの、この氷っぽを使ってるとね。なんでかは知らないけどね。ウオノラゴン引っ込めてくるってことは、これで、まあ、爆破ドスね、タイプヌルが来るから、タイプヌル多いけどね、いまいちなんかこうつかみどころがわからない、何をしてくるか正直ね、なんかこうパッとイメージがついてこないさ、ポケモンナンバーワンに俺の中でいるんだけど。で、どうしよっかな。腹太鼓積みました。これで、はい、この子の攻撃が全上昇アップ。全上昇アップってなんだ、全上昇上昇みたいな言葉になったんだけど。で、ダイマックスしてもいいね、ここ正直ね。で、相手が、待って、ちょっと待って。この人特殊なのかな、もしかして調べるわ。いやーけど、特殊だと怖いよね、これね、けど、いやもう腹太鼓積んじゃったしな、ダイアイスするか、これダイアイスします。はい、いやけど特殊で殴ってこられるとめんどくせえな。けどこのなんだっけ、この子を見てからこれを投げたってことは特殊説もあるよね。でまあこの氷っぽ何が特徴かっていうと、まあ最大の特徴は、まあ、この頭の一本の毛ですね。まあ、この頭の一本の毛で氷っぽは息をしているとかしていないとかしているとかっていう噂が、まあ、はびこっているわけなんですけども、本当ですね、これは今日エイプリルフールじゃなくて4月2日なんで、まあ、これは本当で、髪の毛で、わー削れねえか、まあ、髪の毛で呼吸をしているっていうのはあまりにも有名な話なんですけれども、はい。でまあこの氷っぽですね、で電磁波か、まあ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 、けど
いいんじゃないでしょうか。でこれで多分ね、あのあられで死ぬっちゃうね、これタイプのよりね。オッケー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 。で魚のラゴンが物理、もう一体が何かわかんないけど、そうで、このアイスフェイスっていうのは物理攻撃を1回だけ、無効化してくれると。そしてあられが振り始めたターンに1回だけ、まあそのお顔が戻るみたいな仕組みになってるんだけど、ここはもう一回大ウォールでいいね、正直ね。ここは大ウォールするわ。で今は素早さが50しかないんだけど、見てて、私のアイスフェイスが剥がれるとこ見てて。はい、ぴょん。はい、こんにちは、波平おじさん。でこれで素早さが、あのね、アイスフェイスがついてるときは50なんだけど、このあのお顔がね変わったことによって、これナイスフェイスね、もうナイスフェイス、ナイスフェイスのイケメンになったことによって素早さが130の、まあ、化け物の素早さになると。でちなみにドラパルトは142なんで、まあそこまでは追いつけないけど、かなりの速さに到達できると。石住まいなんだろう、まあタスキとか持ってるんだろうけど、今日これダイアイスでいいん、ダイアイスで、あれを持ってたとしても、タスキを持ってたとしても、高3が選ばれました。大3ありがとうございました。白滝さん、対戦よろしくお願いします。おー、モルペコちゃんいるじゃないですか。俺ね、前回の動画でモルペコ使ったけん、なんかその影響かなとかって言おうとしたけど、まあそんなはずもないんで、モルペコ、ドラッパ、キスと、カメ、モグラと、なんか老人ってことで、どうしようかな。いやけどこれね、ドリューズが怖いね、正直言うとね。ドリューズ怖いから、ドリューズ読みドリューズので、2番手氷っぽで、氷っぽが何がしんどいかなって考えると、ドラパとかキスがもしダイモンジを持ってるとしんどいんだよね。これロトムとかで特殊消しつつ、物理は氷っぽで受けて、でまあ攻撃はドリューズに任せる的な立ち位置でいいかなって思うんだけど、違う気もするけど、まあこれでいくしかないですね。対戦よろしくお願いいたします。なんかシーズン2のあーね、氷っぽを使ってた人はなんか相棒的な感じでシザリガーを、ね、使ってたらしいんだけど、まあ今回ね、まあ案の定シザリガーは育成してないけん、まあその相棒を失った氷っぽ、まあ仮面ライダーで例えると仮面ライダーダブルが最終回ね、最終回付近でフィリップを失って仮面ライダージョーカーとして戦うっていう激エモ展開が待ってるわけなんだけど、モルペコが入ってくる。モルペコは猫騙しをしてくる可能性が高いので、ここは一回ロトムにするかな。で氷っぽにしても、ナイスフェイスをそう簡単に世にねあれすることはもったいないので、そうナイスフェイスを、まあ、見せるのはもったいないと。しっかりギャラをいただかないとナイスフェイスを拝ませるには、あれしないと、値しないと。捨てゼリフ、攻撃が下がる、特攻が下がる、で白滝の元へ戻っていく。まあ、氷っぽが頭に氷をかぶっている理由としては、まあ、2つありまして、攻撃を身から守るっていうのと、まあ、熱で頭痛に悩まされたから冷えピタを張ってる感覚で氷をかぶっているっていう、まあ、どっちかというとそっちの説が、ね、有力っていうことで、まあ、あれなんですけれども、だからあれなんですよね、炎タイプの大文字とかが苦手なんですね。あれによって熱が上がることによって死んでしまうんで、まあそういうことですね。正直ね、これね、俺使ってて思ったんだけど、氷っぽ出すなら初手に出すしかないね。これね、後出ししにくいね、氷っぽ。まあ頭剥げるだけではあるけど、まあハゲとか言ったな、お前な。またのかめ、また、また髪の話してる。今日は髪髪でございます。皆さん、こんにちは。ロトムの、あれが体力が絞り取られていく。どうしようかな、ボルチェンとかでもいいんだけど、こっちの方が先に早いから、一旦相手の、攻撃がこっちに届いてしまうのが痛いところではあるんだけど、これロトム正直捨ててもいいかなって思ってる自分がいるわけなんだけど、ただ特殊が受けれる人間がいなくなるっていうのがちょっと怖いところなんだよね。ってなるとボルチェンしておとなしく氷っぽに引くべきかドリューズにするべきかなんだけど、氷っぽに引いたとしても皮を削られて、でこっちが腹太鼓してるうちにもう一回殴られて死んじゃうだろうから、ここはそうだなけど捨てるのがいいかな。ロトムちょっとね、このロトム投げは安易だったかもしれないね。なんだっけ、もうドリューズの
マヒレマヒレマヒってマヒレ、あドレインパンチ、ドリューズの助けを潰されるのが怖かったんだけど、ちょっとそこは警戒しすぎたかもしれない。これロトム最近俺はポケモンを雑に扱いすぎてる、マジで雑にポケモン切りすぎ、ちょっとポケモンへの愛が足りないので、ちょっと山に5年ぐらいこもって修行してこようかなっていう所存なんですけれども、これはコーリッポに引きましょうかね。はい、ナイスフェイスコーリッポ。まあ我々ね、このゲーム、家でゲームをしている陰キャからしたら、まあナイスフェイスなんてね、褒められることはナイスフェイスになって、まあ足が速いやつはモテますからね、小学生のうちは。足が速いやつはモテるんで、やっぱナイスフェイスで足が速いってなるともう最強なわけですよ。つまりコーリッポは陰キャ。いやあれですよ、最近はまあ例のね、ウイルスが流行ってることによって、あのね、もう今はもう陰キャの時代ですからね、マジで。あのね、家にこもってるやつが勝てる時代だから今ね。で、雷パンチ打ってくる。雷パンチ怖えな。いや、みんなちゃんと家でポケモンしろよ。本当に。今外に出るなよ、頼むからみんな。もう怖すぎるわ。ちょ、正直ね、最初の頃ね、あのウイルスね、正直ちょっとね、若干舐めてたとこあって、若干舐めてた、言うてそんなに大丈夫でしょみたいな気持ちが、あのね、ちょっとね、数割あったんだけど、今マジでもうダメだね。もう状況が状況だから、もういつまでも大丈夫だろうって、あの、意地を張ってる暇はないって悟ったね、最近ね。悟りすぎて石原さとみになったわ、マジで。これで、氷っぽをダイマックスして、これ思念の頭突きをダイマックスしていきましょうか。まあ、案の定の髪の毛アンテナで呼吸は、今は、まあ、ナイスフェイスではないんで、あーけどね、ナイスフェイスを回復させるために、氷でも良かったかもしんないけど、マッハパンチ、ぶねえ、ナイス。あのね、お腹がぷっくら膨れてんじゃん。これは熱い脂肪により、あ、特性が熱い脂肪ではないにもかかわらず、熱い脂肪を発動できるっていうチート能力を持ってるんで、まあ、あの、皆さん内緒にしていただきたいんですけれども、私、チートを使ってます。こんにちは。嘘です。これは4月2日だけど嘘です。お相手、モルペコ。モルペコか。けど、どうだろうな。まあ、とりあえず、ここは素早さはこっちが早いだろうから、あの、猫騙しとか持ってない限りは、まあ、こっちが先に動ける。OK。ダイアイスをして、顔を一旦回復して、モルペコの、多分、タスキとか持ってんのかなと思うんで、あ、タスキだったね。じゃあ、タスキを、まあ、これで実質潰していくと。で、あ、そうだね。で、あの、あられが降るから、これでタスキを潰せて、まあ、一撃で倒せると。このね、なんだろう。俺ね、こういう罪ポケモンっていうの、その、なんだろう。あの、エースポケモン。なんか、その、ね、能力上昇させて、あれするタイプのポケモンって初めてっていうか、まあ、ほぼ初めてに近いぐらいこうやって使ってみたんだけど、これ強すぎるね。絶対勝てんじゃん、こんなんさ、どう考えても。特殊が来なければ氷っぽ無双できるよ、こんなゲーム。ちょ、もう氷っぽゲーですよ。ポケットモンスター氷っぽ来ました、これ。お相手、トゲキッス。これ色違いじゃね？色違いじゃない。いやけど氷っぽ強いね、マジでね。これはもう完全にポケットモンスター氷っぽね。ポケットモンスター波平、ポケットモンスター船ですね、これね。これはもうダイアイスで終わりじゃないっすかね。S は今これ、ナイスフェイスのことにより S が130あるんで、まあ、S が言うて80いくつとかしかない。まあ、キスが最速にしたとて勝てぬだろうから、で、そこのポケモンね、この氷っぽ、性格が陽気で、素早さに25に、ぶっ破してるんで、まあ、かなり今早いというわけなんで、多分一撃で倒せるんじゃないかな。で、S5 段階アップ、A5 段階アップの攻撃力抜群、トゲキスを一撃。強すぎる、このポケモン、マジで。犯罪じゃん。